満州のね、731部隊っていうのはね、結局その県の研究を、まあ、してただけです。まあ、県コロ、コロナにする、ですね、セプター2セプターコロナ。つまり今のカビドなんてもセプター2セプターコロナですけどね、それと同じものかどうか知りませんよ、ね。第一ね、素粒子が、DNA に出会った時に、素粒子が DNA にぶつかりますよね。RNA 発生しますし、細胞核を素粒子が攻撃しますとコロナウイルスが発生するんですよ。だからなるべく素粒子、というか敵対素粒子の多い環境にいない方がいいので、だから敵対素粒子の多い環境にいらっしゃる方は、実は体内の細胞核からコロナが生まれ、そのコロナに体内のDNA が RNA、すなわち、ウイルス、セプタータイプね。で、それがインセプトするんですよ、コロナ。それが新型コロナウイルスの構造、COVID-19 もそう。だから、この素粒子が多い環境、特にその、敵対素粒子なんですよ。敵対素粒子じゃなければいいけど。素粒子もね、同じ種類の素粒子でも、敵対素粒子とそうでない素粒子があって、で、その、こういう、はい、パソコンとかで、今、電子非常に発達してる、AI がね、素粒子そのものですから。あなた方のね、感情、自我、意識、全部素粒子ですから。あ、自我は、遺伝子ですからね。だから、感情、意識は素粒子。エネルギーも素粒子です。だから、敵対的な食物を食べますと、毒でしょ。エネルギー、カロリーって素粒子なんですよ、実は。ね。そんなわけで、昔その、生物の時間で、このカロリーって何じゃいなと思ったでしょ、皆さん。あれ素粒子なんですよ。だからその計算から外れるけど、中現れて、あれあれって謎だったでしょ。素粒子だから、質量がないから、ああいう風になります。ああいう計算式なんですよ。だから、まあ、敵対的な環境で、パソコン、スマホなどをね、使わなくて、というかそのパソコン、スマホで扱ってる内容が敵対的ならば、いくらでもね、パソコンとかスマホに敵対的なものをね、感じるなら、パソコン、スマホから敵対的な感情、意識が出てくるなら、あなたにとってね、それは取り物を、そして、あなたの細胞からの新型コロナウイルスが、ね、生産されるんですよ、際限なく。